次はあいつこんなことを言ってました。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどなど有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です。ラジオネーム、もち巾着。サブカル系ゲスナーの星、リリー・フランキー音帯が今週の笑っていいともテレフォンショッキングに出演し、乳首の色までオーダーできるラブドールのリリカちゃん70万円を彼女と称し、タモリさんに紹介し、正午のお茶の間を凍りつかせていました。顔、胸、乳首の色から締まりまで理想の彼女が70万か。有吉さん、僕今日からセックスしたつもり貯金始めます。70回ぐらい我慢しないと、あれ水道橋博士が言ったんですよね、電話の時ね。リリーさん、あの彼女連れてきたらっつって、ああそうなんだ。リリーさんも乗ってこれよちゃんと。はあ、三浦淳さんとリリーさんが買ったんだよね、多分ね、あのラブドール。すげえな、すげえな、すごいですけどね。まあまだちょっと顔までに至らないかな。レッツゴー万引き G メン。有吉さん、日本のミュージックシーンに多大なる影響を与えたカリスマミュージシャン兼スーパープロデューサーことつんくの新曲しょっぱいねが初動284枚と発売から110週経った AKB48 ヘビーローテーションにすら負けていることが判明しました。おい、チンコ、一体どうしまったんだ。恐る恐るアマゾンのレビュー見てみたら、案の定タイトル通り売り上げもしょっぱいですねって書かれちまってるじゃねえか。ブログのコメントも少ない時にはたったの3件。シャラン級で輝いてたあんたはきっともう死んじまったんだな。有吉さん、せめてもの弔いです。9時台にしょっぱい音を流してあげて。曲が流れると同時につんくさんの存在自体もみんなの頭の中から綺麗に洗い流してしまいましょうや。さよならつんく。そしてありがとうつんく。勝手に気づいてされた。気になりますね。初動248枚、そんな言葉あるんですね。あれだけ有名な人だとね、聞いてみたいですね。ここまで9時台かけてもらいましょうかね。ラジオの北京ミニ、機動戦士ガンダムとのコラボで大ヒットしたザク豆腐の第2弾、鍋用ズゴック豆腐の発表会にて、私も日頃から豆腐を食べていますが、このズゴック豆腐は見た目もすごく可愛いので豆腐売り場に行くのが楽しみになりますねと、ディックドムみたいな体型の磯山さやかちゃんが言っていました。おいおい、磯山さんよ、せっかくローハーで磯山もんが定着したっつうのによ、猫型ロボットからジオン軍のモビルスーツに勝手にくら替えしちゃダメじゃないか。そもそもさやかちゃんが食べるのはズゴック豆腐じゃなくてビグザムトンカツでしょ。ほら、ダイエットに励み上がるグラビアアイドルともにこう言ってやんな。くびれ、細い二の腕、細い足、そんなもんあえて言おう、カスであると。痩せこけたグラビアアイドルにチンコなんてなんつかバカ野郎。さあ今夜もリバウンドしたさやかちゃんのグラビアでアムロ行きます。うわー、よくできた、素晴らしい、励ましょう。ラジオのペロリンチョ、常に自分が世間からどう見られているか、世間の評判ばっかり気にして制作のスタッフをはじめ共演者などにごますってこびへつらい、たまには枕営業さえもこなし、嘘で固めたいい人キャラを視聴者までに押し付けることでタレント好感度調査のランキングで常に上位に君臨し続け、テレビに出続けていることでおなじみベッキーだ。いやー、おかしいね。個人の感想ですよ。寒い、かっこ気温の話、ベッキー風邪ひかないように暖かくして寝ろよ。寝ろよじゃねえんだよ。どんだけ悪いんだ。ツンデレなのかな。ラジオのペケミニ、有吉さんウィル・スミスの息子でクソ生意気なガキことジェイデン・スミスのファッキン・ナラシカリがラッパーとしてデビューし、ザ・クーレストという曲でしょうもねえラップを披露しやがり、その中で自分が年上キラーだと抜かしてました。
よーよー、パパーパパがいなけりゃクソもできねえパッパラパーのラッパーがよー、あえて生え揃ってねえチンゲでもう年上ビッチとファックかよー、知らねえだろチェリーボーイの悲惨な日常、くらえ俺の3分の1の純情な感情有吉は村尾の偽名で風俗に参上、トップリードはキングオブコントで目も当てれねえ参上せいざまじゃまじゃまじゃまお前の母ちゃんマザファッカー、てめえも俺らと同じ悩み多い人生送りなファッコーメン以上です。続いてはあいつこんなこと言ってました。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどなど有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画です。ラジオの三平、有吉さん、デコヒロシことベッキーの野郎がツイッターにペッキーと書かれた台本の写真をアップした挙句こんなことを言ってやがりました。レギュラー番組の台本に書いてある私の名前が間違っていて今日を乗り切る自信がない、よしスタッフさんの嫌がらせ最高、次回からはペッキーじゃなくウィッキー、その次はチャッキー、そんでボッキー、フルボッキーと来て最終的にはポコチンと書いてやってくださいいや待てよ、やっぱりシンプルにシェリーでお願いしますいいですね、なかなかいいじゃん、あげましょう、おパン、FM グマラッパーザキバチョル、有吉さん、マリオルイージの弟ことマリオ・ルイージの弟こと、うんうん、伊藤秀明の野郎が海猿の記者会見でこんなことを言ってやがりました。伊藤秀明を嫌いになっても海猿を嫌いにならないでください。おいおい、前田敦子のセリフをもじっているつもりかもしんねえがな、お前の本心では全然違うこと言ってんだろ、それは伊藤秀明を嫌いになってもキノコは嫌いにならないでくださいって今日もキノコ食べて元気に撮影に挑め、この野郎この丸々野郎ですね。ああ、それは読みます。なるほどね。はい。ラジオの三平。有吉さん、料理好きの川越達也さんが、今度はエグザイルのケンジ、ごめんなさい、今度はエグザイルのケイジとかいうパフォーマーと手を組んで、カレー風味のダンシチュー、男シチューと書いて、ダンシチュー、クラムチャウダー風味の女シチュー、ね、女シチューで女シチューですねとかいうダジャレ風味の商品を発売する模様です。刑事さんは自宅でたくさん試作品を作ってきてくれる、手際もいい、その辺の料理人よりずっと真面目、川越てめえこの野郎、ついにエグザイルさんにまで手出しやがったな、なんでヒサロのチンピラが作ったシチュー食わなきゃいけねえんだよあ、つうか誰だ刑事ってどうせなら TRF のインド人みたいな DJ 連れてきて金作らせろ絶対買わないけどな全方向だから困るんだよね全員の目的上は主にレッツゴー万引き G メン、有吉さん、風船おばさんことレディーガガの小太りブスがいかがでしょうレディーガガの小太りブスがバルセロナで行われたライブで観客に背中を向け30秒間に4回もゲロを吐き、ツイッターで誰も見てないことを祈ったけどこれは笑える、もし笑いが必要ならと言いながらそのゲロ動画を載せてやがりました。おいガガ、それ全く流行らなかった長谷川理恵のギャグだよないやよく知ってたな、お前日本好きだもんな、ささやかな笑いどうもありがとな、でもな、日本には一人だけ女性のゲロを性的な目でしか見ることのできない心を病んだ陰獣がいるんだよ、そいつがお前の動画を見ながら下びた笑いを浮かべて手慰みのおかずにすることだけはどうか見逃してやってくれ、アリウスさん、くれぐれもほどほどにお願いしますよいや、それは俺は長谷川理恵さんのゲロ現場をよーく覚えてるけど、だからそれが好きじゃない別にレディガーこれインフルエンザだったらしいね、あー、そういうゲロ話なんだね。FM 宮崎魂やすけしん、有吉さん、日本が誇るかわいいかわいい歌姫こと竹内まりやの野郎が歌っている素敵なホリデーにこんな歌詞がありました。クリスマスが今年もやってくる、
悲しかった出来事を消し去るように、うん、さあパジャマを脱いだら出かけよう、少しずつ白くなる街路樹を駆け抜けて、うん、うるせえ演歌歌手そうやって人間の綺麗な部分だけ見て歌を出す習慣いい加減やめてくれ。クリスマスはな、悲しかった出来事を消し去ってはくれないんだよ。一年のうちにできた心の塩に、心の傷に塩を塗り込む悪魔の日だ。パジャマを脱いだら出かけよう。まずパジャマを脱いだら服を着てから出かけないと捕まるぞ。街路樹を駆け抜けて。俺みたいな孤独な男はな、満員のラブホーを見て頭を抱えながら裸足で逃げ出すんだよバカ野郎。そんな誰からも共感を得ない歌詞よりも、俺が作った新曲2000円しかないけれどを提供してやるかな。それを歌って俺が風俗で豪遊できるぐらい稼いでください。いやな歌いやぼやき漫才みたいな歌詞にもういろいろもう本当にねえ、どうしよう、ラストぐらいにしようか。ラジオのチェーンギャング、高田真由子の陰謀こと博士太郎の野郎が11月7日発売新アルバムWith One Wish の楽曲をメインにした全国ツアーをスタート。同公演では人気キャラハローキティとコラボしたぬいぐるみタローキティも発売された。博士は髪型もちゃんと作ってくださって、44になってキティちゃんになると思わなかった笑った。おいお前何がしたいんだ、チンゲのついたハローキティなんて誰も買わねえぞ。さっさと高田真由子の陰謀をくれ。それが嫌なら高島ちさ子の陰謀でもいいぞ。くれないならお前の陰謀全部剃ってスキンヘッドにするぞ。よろしくお願いします。なんなのもうブレイク。じゃあ続いては、あいつこんなこと言ってました。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどなど有名人が調子をぶっこいて話していたことをチクってもらう企画でございます。はい、ラジオネーム、ドム担当、アイプチモンスターことキャリーパムパムのやつがこんなことを言っていました。あ、そうそう、ファッションモンスターの CD を持ってない人は全員地獄に落ちるみたいだから気をつけてね。はぁ、誰がこんなクソつまんねえ曲に金払うんだよ。だいたいお前の名前は30過ぎたおっさんには発音できねえんだよ。ただお前の細いふくらはぎは十分価値に、十分評価に値する。ちょっとでいいからこすらせてくれよーなー、頼むよーって。いや最後の爪甘いなこいつ。前半良かったですね。前半スタートは良かったですよ。甘いんだよ。惜しかったあげません。 FM 三重、三重の瀬戸市、有吉さん、サンドリー腹黒クイーンベッキーのやつが2012サントリーザカクテルアワードカクテルコンペティションで上戸彩との結婚についてこんなことを言ってやがります。もう嬉しくて本当に幸せ、よかったなと思います。上戸はどんどん綺麗になってる、恐ろしい愛の力は。おいブラックババア、お前いつまで好感度アピールしてんだよ。そんなお前のセリフにはな、ファンもうんざりしてるんだよ。お前も本当に幸せになりたいならな、俺がいい男を紹介してやろう。このラジオでウジ虫みたいなことばっかりしているこの俺様だな。あ、頼むから俺と結婚してくれよベッキーちゃん。なんだそこ、どうしたこれ、爪甘くなってやがった。こんなこと言ってましたって終わりでいいの。そうです、告白してる。結局この番組でウジ虫みたいなことしてるっていう自覚はある。あるんですね。それだから、まあ、なかなか客観視できてますよね自分のこと。三平、有吉さん、エロい老害こと梅沢富美男の女装野郎が。俺何やねん言って。俺も梅沢さんに女装って言って怒られたことあるんだよ。女装じゃないよ。そりゃそうですよ、お前怒られるでしょ。梅沢富美男の女装野郎がコンビニでタバコを買った際、店員に年齢認証ボタンを押してくださいと言われたことに腹を立てたらしく、 MX テレビの番組でこんなことを言ってやがりました。俺が19に見えるわけねえだろ、60過ぎてるジジイをと捕まえて押せとはなんだこら。ごちゃごちゃ言わずにさっさと押せや。お前のブチ切れ夢芝居なんざ誰も見たかねえんだよ。とりあえず全国のセブンイレブンに梅沢立ち入り禁止のビラと、おい梅沢って書かれたモンタージュ写真配ってるからな。二度とコンビニ足踏み入れるなよっていうね。
死んだんですね。死にましたね。誰でしたっけ？小池さんね。小池さん。芸名みたいに言われる。たけし軍団の方みたいに。亡くなりましたからね。まあ、亡くなって。ねえ。人みたいですね。おい小池。ずーっと子供の時から貼ってあったよな、なんかおい小池。何なんですか？何した人かもわかんないぐらいだけどな。おい小池。死んなくなりましたよ。はい。ラジオに三平。有吉さん、ゴリラの照り焼きこと角田信明先輩がことな先輩つけるなよ。じゃあゴリラの照り焼きこと角田信明先輩がハリウッド映画に出演するらしく、ブログでこんなこと言ってやがりました。今後海外でのお仕事にはノビー K という芸名を使うことにしました。ノビー K の K は角田の K であり、空手の K であり、 K-1 の K であり、歌舞伎者の K です。ダセーし、うるせーし、興味ねーし。伸び K の K は首が太い嫌われ者の K だろうよ。テレンス K に改名してテレンスレイと二人で傭兵ごっこでもしてろ、この肉団子。いいですね。めっちゃ言う。いいですね。いいです。あげます。やった。やった。ラスト FM 山口なすみま。あ、なんか密告ですね。有吉さん、ゲスナーの星ことラジオネームダイエットは明日からさんがサンドイッチマンのオールナイトニッポンゴールドに電話出演して有吉さんの鉄板のモノマネ植木俊のタフデントを披露してやがる。すごい。ダイエットは明日から、いや、ダイエットは明日からさん、めちゃめちゃ面白かったです。有吉のクソみたいなタフデントより数倍面白かったです。おい有吉、悔しかったら披露してみろ。タフデント。続いて、あいつこんなこと言ってました。テレビ、ラジオ、雑誌、ブログ、ツイッターなどなど有名人が調子ぶっこいて話していたことを作ってもらう企画です。ラジオの三平。有吉さん、実はマッドマックスこと白龍さんが朝日芸能のウェブサイトでチャンドンゴンとの交流を語ってらっしゃいました。チャンドンゴンがその男凶暴につきの役は演技じゃなくて兄さんの素ですよねとか聞いてきたから、計算された演技だよバカ野郎って言ってやりましたよ。おい、カンカン、この野郎、てめえ死にてえのか。白龍さんの機嫌が悪かったら口にトカレフぶち込まれておだぶつだぞ、若野郎。白龍さんがチケです。死ぬほどチケです。ニューイヤーロックフェスがチケだから。これが白龍さんと仲良くなれる魔法の日本語だバカ野郎。よく覚えとけドンゴン、この野郎。ドンゴンドンゴン、この野郎。一箇所ダンカン、この野郎なってるから。有吉さんの蓋もでけえな。この真似多いから。大丈夫、ペケミニ。有吉さん、ミジンコ以上昆虫以下でおなじみ照英の野郎のブログを見ていて気づいたのですが、ディズニーランドへ行った話やおすすめの絵本を紹介するというケツがむずがゆくなるような内容ばかりなのに対し、ブログのタイトルはいざ頂きを目指してとつけ上がり、その隣にやる気満々のゴリラが映っていました。照英さんでしょ。劣化版竹井壮。お前のブログタイトルと内容がかけ離れすぎなんだよ。いいか、例えば木村和也さんのブログ木村和也の考えられへんはな、あまりに自分の死亡説や失踪説が噂されることにムカついて3年前にブログを始めたんだけどよ、未だに1回も更新されてねえんだぞ。こういうのがタイトルと内容が一致してるブログっつんだよ。今すぐお前のブログのタイトルを照英のバカだからブログやってもすり替えやがれ。あげよ。バカだな照英。木村和也で一回も更新してない。すごいな。すごいっすね。みなにもワーギナーマイク。親愛なる有吉さん、今週一般の方ではありますが、僕の永遠の性の対象こと女子高生の人がAKB の握手券を1000枚購入し、柏木由紀ちゃんを50分ばかり独占したというニュースがあったそうです。まんじゅう有吉さん、いや
高級まんじゅう有吉さん。この記事から最新の数学技術で計算したところ、有吉さんの5億円を使えば260時間、つまり10日余りアイドルを独占できることが判明しました。有吉さんの5億円と45歳無職の僕の暇な時間をもってすれば、このミッションインポッシブル楽勝です。気になるお相手のアイドルですが、 AKB 次世代エース松井ジュリナちゃん15歳なんてどうでしょうか。ジュリナちゃんは僕の3分の1しか生きてないのに、とてもしっかりした子で損はないと思います。有吉さん、来たる日に備え、今月も仕事を探さず、僕は今から仮眠してきます。ご検討のほどよろしく。乗った。乗っちゃダメです。乗っちゃダメです。バカやろ。すげえな。1000枚だと100万円ぐらいっていうことですね。160万円。ああすごいね。いたんだってね、50分だったってね。すごいね。困るだろうな、でも握手な。そうですね。すごい。それだけさ、アイドル、憧れのアイドルとさ握手しながら50分間面と向かってトークできるんだったらさ、モテそうだけどな。そうですね。そんだけトーク。そうですね。ラジオのペケミニ。有吉さん、嫁がデトロイトメタルシティこと松山健一さん。NHK の大河ドラマ平清盛クランクアップを迎え、会見で同作が10月に入ってから大河史上最低視聴率を記録したことについて聞かれ、こんなことを言っていました。僕は光栄なことだと思います。僕らはそれを狙ったわけじゃないけど、本気で作品を作って最低記録を出せるということは滅多にないこと。すごい高視聴率を出すのと同じくらい難しいことです。そこは自信持ってます。有吉さん、とてもいい言葉なので、ぜひトップリードのお二人にも教えてあげてください。2年連続で決勝まで進みながら最低点を更新し続けるトップリードは、もうキングオブコント優勝でいいと思います。ぜひとも3年連続最下位という前人未到の偉業を達成するため、有吉さんから強烈な呪いをかけてやってください。トップリードやめるなよ。そして新妻、やむんじゃねえぞ。以上です。